こんばんは、長野市議会議員の小泉一馬でございます。ということで、今日も、ツイキャス行ってみたいと思います。今日は紙芝居形式です。今日もね、青木島遊園地廃止の話から行きたいと思います。今日の青木島遊園地はこんな感じでした。まだね、閉鎖されていません。まあ皆様もご存知の通り、この青木島遊園地、お一方のクレーマーさんが、うるさいと、子供こういうのがうるさいと言い続けた結果として、まあ平成16年以降18年、そのような状態が続いた結果として、廃止されてしまうということで、全国の皆様からご心配の声をお寄せいただいている遊園地でございます。で、12月閉鎖で、来年3月31日で廃止ということなんですが、今日現在はまだ閉鎖できませんで、まだ自由に出入りができる、そんな状況でした。この状況が一日でも長く続くように小泉は祈っております。で、マスメディアも、その当初のね、小泉の言い分として、たった一件の名誉教授がうるさいと言い続けた結果として、遊園地がね、廃止されるのはおかしいじゃないですかっていう、その、すごくシンプルな主張が皆様に受け入れたと私は思ってるんですけれども、だんだんね、まあそこからなんていうか揺り戻しと言いますか、ちょっとそうは言っても当事者である教授さんのお話、名誉教授さんのお話も一応ね、聞いといた方がいいんじゃないっていう動きが出てきているような気がしますね。まあそれはもちろん健全正常なメディアの動きとしていいんですけれども、だけどそのね、主張が本当に正しいのか、で、一方の言い分だけね、載せるっていうのはフェアじゃないかなと思っています。これは今日の羽鳥慎一のモーニングショー、昨日かな？昨日の羽鳥慎一のモーニングショーか。の、画像をちょっと拝借してきてるんですが、児童館の子供は4、50人出てきて目の前で毎日遊んでいますというそのオタクの主張でございます。で、それが毎日18年間あるのはどう思いますかと問いかけたいということなんですが、恐れ入りますけれども、あなたそれ言い方が変わってきてますよねって私は申し上げたいです。で、最初ね、これは長野市長のもう荻原健司さんに、遊園地廃止やむなしと長野市のお役人がレクチャーした時のね、資料の言い方としては、こういう言い方だったんですよね。4、50人の児童が一斉に指導者の拡声器の号令のもとに遊ぶと。開設当初です。平成16年開設当初です。その後、クレームがあったんで改善されてるんですよ。で、4、50人出てきて目の前で毎日遊んでいますという状況は確かにあったんだろうと思う。だけど、そのクレームをオタクさんの言葉を入れて改善されているはずです。だからそれが毎日18年間あるのはどう思いますかって、そういう事実が本当にあったんですかと、私は逆に問いかけたい。でね、問いかけたいのは、むしろテレビ朝日さんです。だって小泉の資料をね、ほとんど全部写真撮ってったんですよ。その情報公開請求のね、資料を、スタッフの方が来て、写真全部撮ってったんですよ。その中には、まあ小泉が質問したようなね、公園の出入り口を自分家に近いからわざわざ遠い方に持っていくように回収しろと。で、その結果として子供のね、交通安全上のリスクが増えるんだけれども、わざわざそういう工事をしろと強硬に言っている資料が出てきています。で、安全以前に動かしてもらわなきゃ困ると、そういった趣旨の言い方している。で、当時の長野市役所の職員は、とにかく何度も言われたと。そのことをね。だからね、言い方に、少なくとも言い方にはね、問題があったと思います。いいんですよ。私の家から近すぎるんでね、出入り口が。それを遠くに持って行ってもらえませんでしょうかと。そういうふうにご要望をなさるのはいいんです。だけど、それを何度も繰り返し言うと。それはどうなんですかと私は思います。で、もっと問題なのは、それを真に受けて本当に子供のリスクが、交通安全上のね、リスクが増える公園の改修、やっちゃったってこと。で、この辺本当にね、いびつな行政が行われていたんです。このクレーマーさんの意向を入れて。でも、他にもそういうことね、あるんですよ。で、ここではね、触れませんけれども、よっ。で、これはその、羽鳥慎一さんのモーニングショーの画像をちょっとお借りしてきてます。すいませんね。で、西東京市で公園の近隣住民が、噴水で遊ぶ子供の声などがうるさいとして、噴水の使用をやめるよう仮処分を申請した。確かにこういうことがありまして、で、その噴水の使用を中止するという、その仮処分申請通ったっていう事案があります。だけどこれね、噴水の使用中止で、このフリップ、切れちゃってるんですよ。この先どうなったかっていう情報を入れてないんです。で、この先どうなったかっていうと、噴水使用の中止を求める仮処分申請は、八王子の東京地裁の八王子支部はこれ取り下げました、後で。つまり噴水使ってもいいよっていうことになりました。で、これね、ごく特殊な事例なんですよね。で、この仮処分申請を求めた近隣の住民の方っていうのは、実はちょっと心身に失調をきたしていて、だから、うるさいというのはごもっともな体の状況だったんです。で、それを入れて、裁判所は総合的に考慮してね、噴水はじゃあちょっと使うのやめましょうという処分を下したという背景があります。で、この方、残念ながら何年か後にね、亡くなられてるんですよ。で、そしたら、噴水の使用は正常に戻ったという、そういう経緯があるんです。だけど、そういうね、ごく特殊な事例である。で、後に、その方のね、なんていうか、その方が亡くなられたっていう、その、仮処分の理由がなくなったら、もうそれ取り下げてるんですよ。で、そういうところまでちゃんと説明していただかないと、なんかこういうこともありうんだね、みたいな、風な印象操作に使われているような気がしますよね。よ。で、小木原健二市長ですよね。多くの意見があって地元からの廃止要望と受け止めていますっていうけど、多くの意見ってどうやって汲み取ったんですかって、その多くの意見出てきたのは、小泉とかね、で、メディアさんとか、あるいは地元の方、全国の方が、おかしいじゃないですかと言い始めて、やっと多くの意見が長野市に苦情として、苦情に対する苦情として寄せられるようになった後じゃないですか。じゃあそれをどう受け止めるんですかっていうことが、今日本全国から問われているんですよね。で、逆なんです。地元からの廃止要望、多くの地元からの廃止要望なんてないはずなんですよ。で、近隣住民は市から意見は聞いてもらっていないと。そうなんですよね。で、長野市役所って、一つのね、やり方として、いいような悪いようなところがあって、地域に住民自治協議会っていう組織があるんです。その地域で、自治をね、長野市の自治を、まあ、なんていうの、補完勢力として長野市都合よく使っちゃってる部分があるんですよね。で、その住民自治協議会単位で、あるいは住民自治協議会の、その、構成団体として置いている区長会、各地区の、なんていうの、自治組織の長の方々の、トップの集まりね。で、そういう方々が、OK って言ったらもう、それで、地元全部 OK したってことにしようじゃねえかって。そういうことにしちゃってんですよね。だけど、区長さんっていうのは別に選挙やったわけでもないし、よくある話としては持ち回りで、今年オラッチやったから、来年は平和おめんとこやれや、みたいなね、世界で決まっているのが長野市の実情だったりするんですよね。だから区長って言ったって、足立区長とか杉並区長とかそういう区長じゃないんですよ。長野市のはね。皆さん、そういう、特別区政を敷いてるわけじゃないですからね、長野市はね。だから区長会って言ったら、お、すげえ、その、なんか、その長野市の一段下の、自治組織が、地方公共団体の普通のね、その下の組織が決めたんなら、じゃあしょうがねえじゃねえかって思われる、勘違いされる方、もしかするといるかもしれないんだけど、そうじゃないです。要するに隣組のもうちょっとでかいようなやつの区長さん、まあ自治会長さんですよ。それが寄ってたかって、じゃあ市がそういうことを言うんだったら、そういうふうにしようじゃねえか、しゃあねえわへえっていう、そういう話なんです。で、その区長さんだけに話して、区長さんの意見を集約してるから、その、地元の人はね、そんな情報降りてこないわけですよ。区長さんもいちいち、いや、ちょっとこれ持ち帰らせてくんね。これ、うちの区でもって、話し合わなきゃ、俺一人じゃ、そんな結論出せねえわって言わないんですよ。言えないんですよね。で、長野市もそれをうまく利用しちゃってるんですよ。で、ここはね、一つ長野市の、なんていうのかな、自治のね、形骸化という問題を炙り出す、照らし出す、そういう問題でもあるということを、小泉勝馬としてはご指摘、申し上げたい、荻原市長。そうなんですよ。だからこれはね、きちんと、この本当に区長会が、あるいはね、住民自治協議会が決定したら、住民の総意ってことにしちゃっていいのか。まあそういう問題もあるでしょう。だけど、そうじゃない問題もあるよねってことを、今後の課題としてね、これ、ちょっと整理していった方がいいですよね。と、小泉勝馬は思います。いや。でね、この音の大きさ、9日長野市議会市担当者って書いてありますね。この9日の長野市議会っていうのは、小泉勝馬の一般質問のことを言ってんだと思います。で、市担当者っていうのは、都市整備部長のことでしょう。まあ、部長さんを市担当者って言っちゃうのもちょっと、どういう感覚なのと思ったりはしない、思ったりもするけれども。で、開設当時、測定の記録はないんですよ。で、今は、当時と状況が異なるため測定は行っていない。だから、音の大きさがね、問題になってるんだけど、全く、客観的な数値として、本当に問題があったんだね、あるいはなかったんだねっていうことが、判断できる状況にないわけなんです。ないけど、廃止だけはやるよっていうのが、長野市のやり方なんですよね。だから、それだけ取っても問題じゃない。だからね、小泉は、クレーマーさんのことは、批判、ちょっとします。それは名誉教授だから、国立大学の名誉教授だから、社会的地位に伴う社会的責任があると思ってますよ。皆さんもそうだと思ってます。だって、先生がね、子供を困らせるようなことしていいんですかってことじゃないですか。だからその地位とかには触れざるを得ない。だけど、もっともっと大きな問題なのは、その名誉教授が言ったからって、どんどん言うこと聞いちゃってるわけですよ。そこにこそ長野市の大きな問題があると思ってます。で、これは稲垣昭義さんっていう三重県のね、議員さんがツイートしてくれたんですけども、で、あ、そうそう、荻原市長がね、なんか意見を聞くって言い出したんですよね。その今説明した区長会の意見を聞くと、騒ぎがでかくなってきたんで、最初はそんなことやるつもりなかったんだけど、で、公園廃止の結論に影響が出ることはないという。意見は聞くけど結論変わらないよってことを最初に言って意見を聞くと、それにどういう意味があるんですかっていう疑問ですよね。市長が経緯をちゃんと聞いて改めて対応することは重要です。うん、その通り。しかし結論に影響はないと決めてやるなら何のためにやるのか。おっしゃる通り、まさに正論ですよね。こういう人が市長をやってほしい。と、小泉勝馬は思ったりいたします。でね、これね、区長さんたちにだって失礼だと思いますよ。ちょっとおめえらの話、聞いてやるけどさ、区長さん。だけど俺の考えは変わらねえからな。だけど聞いてやるよって。それどういう殿様気分、どういう殿様商売って。いいね、市長の仕事ってっていう感じになっちゃうんじゃないかな。だからね、荻原市長、なんかね、もうちょっと考えてほしい。近くにいい部電いないんかな、本当に。俺やってもいいよ。俺副市長にしてくださいよって言ったりなんかして。絶対ないけどね。で、独占告白、長野市公園廃止問題の名誉教授が180分にわたって反論近隣住民にあなたとは人民が違う。あ、そうなんだ。そんなこと言っちゃったんだね。これは週刊新潮ですね。これは明日発売なんだよね。で、ここもね、小泉のとこに、接触あったメディアの一つです。で、ここはね、本当にね、もうなんていうの、小泉さんが持っている情報目当てですよ。情報公開請求でゲットした200ページからわたる情報、それだけが欲しいって言っちゃいけないから。まあだけど、新潮さんも、俺はメディアだからね、もちろん協力したけれども、なんかね、あんまり俺の意見どうなんですかっていう、そういうインタビュー一つぐらいあるかなと思ったら、全くありませんでした。で、ここのね、書きぶり見ていくと、まあ、名誉教授のね、人柄なんかにも触れるような書きぶりから始まっているようです。でね、俺がちょっとどういう書きぶりなのかなと思ってんのは、総道後に名誉教授夫妻が受けている陰湿な嫌がらせの数々などと合わせて報じるって、この書き方ですよね。で、続きは明日発売の新潮でということなんだけれども。で、陰湿な嫌がらせの数々。まあ、俺もね、聞いてますよ。メディアの方からね。なんか、こちらのお宅がね、よそに新築なさるっていうことで、説明に伺いましたみたいな、建築業者さんが訪ねてきたりするんですって。だから誰かがそうやって仕向けてるんですよね。もちろんね、ご家庭が呼んだわけじゃないんですよ。誰かがそうやって嫌がらせで、うちにちょっとやってくれば用事あるらしいぜ、みたいなことで仕向けてるんですよね。ほら、ピザ大量に注文お届け来ました、みたいな話ってあるじゃないですか。うち頼んでねえよ、みたいな。そんな話ですよ。で、そういう嫌がらせが出てきていると。まあ、そういうのはね、やめた方がいいですよと、小泉勝馬は申し上げておきます。これ言っとくけど犯罪ですからね。うん。偽計業務妨害罪ですよ、訴えられれば。で、陰湿な嫌がらせの数々ということなんで、どっちかっていうと、名誉教授さんたちに同情的な書きぶりになっていくのかなと。小泉勝馬はそう思ってます。でね、俺もやばいのかなと思ったりしてますね。で、小泉の情報を取りに来たけれども、まあ最近私もね、叩かれまくってまして、なんか一般市民をいじめようなって。一般市民じゃないんですよ。名誉教授ですよ。国立大学の名誉教授ですよ。ということは申し上げたいと思いますけれどもね。うん、でそうやって小泉勝馬は、なんか小泉勝馬の言動に対しても批判が集まってるみたいなこと、もしかして新潮さんに書かれちゃうのかしらって。次は私が逃げ回らなきゃいけないのかしらなんて思ったりもする小泉勝馬でございます。まあ明日の新潮、小泉勝馬は生きるか死にかの分かれ目なんで、皆さん心配してやってください。さて、次の話題に行きたいと思います。統一教会のお話っていうのが、またね、長野市ではぶり返してきてまして、ちょっとね、おさらいしておこうかなと思います。で、本当にね、衝撃的な、安倍元総理の暗殺でしたよね。で、しかもそれが松山三四郎さん参議院議員の候補だった当時。で、松山三四郎さんの応援演説に長野にいらっしゃるという元安倍総理の予定だったんだけど、どうもなんか女性問題でね、もう松山三四郎は、こりゃダメだわって言うんで、で、よそに行っちゃったらそこで撃たれちゃったっていう、そういう因縁がある長野県なんですよね。で、松山三四郎さんも、参議院議員選挙で上野の旧統一教会の施設を訪れ、熱狂的な歓迎を受けているっていう動画が、当時ね、ご自身の選挙運動として YouTube にアップしてました。で、だからね、この本当にね、長野県にも入り込んできてるなっていう感じの統一教会の方々ですね。で、荻原健司さんが旧統一教会関連団体イベントにメッセージということで、2022年の8月ありました。で、だけどこの時、荻原市長は偉いなと、俺はこの時ちょっと思ったのは、もう自分から進んでね、包み隠さずっていうか、ある程度詳細な説明をしましたよ。なんかビデオメッセージを送っちゃったんだよね、とかね。選挙の応援に、応援演説じゃない、街頭で演説してるときに、どうも統一教会の方々が来てたみたいだ、みたいなことを、ちゃんと自分から発信したから、それは危機管理としていいんじゃないと思ってました。うん。だからその後、統一教会関連であんまり、荻原市長叩かれてないですよね。こういう対応、見習ってほしいですね。で、しかもね、もう統一教会とは関連は持たないって言い切ったからね、それも良かったと思います。全国の政治家の模範となるような危機管理できたんじゃないですか。で、褒めるとこは俺ちゃんと褒めるからね。講演配信は全く褒めないけれども。で、長野市議もそういう接点あったんじゃないみたいなね。話、ピースロードの写真にね、映り込んじゃってる人がいるんじゃないのっていうお話が囁かれてまして、これは小泉勝間のツイートですけれども、で、そんなことがあったんで、統一教会と議員の関係議長が新支持ってことは旧支持もあったんですよね。で、これはね、だから8月に、統一教会と関係があったね、市議は自分から公表しなさいってことを寺沢さゆり議長がおっしゃったんですよ。だけど、1ヶ月経ってもそういう動きがないもんで、ない一方でこういう写真は出回ってるから、じゃあ、っていうんでしょうがないっていうんで、9月になってね、議長は今後1週間程度で公表報告をと求めたと。で、親友会が了承したと。親友会にそういう、関係を持ったと疑われている議員がいたっていうことなんです。だから、お前らいい加減しろよと、とっとと公表しろやと。私の議長としての立場をどうしてくれるんですかっていうことなんですよね。で、まあ、そう言ったら、まあ、やっとこさっとこ、後ほどね、公表することなんですけど、まあ、それもあってね、で、小泉一馬も、長野市議と統一教会との関係を明らかにしてほしいと願う市民のオンライン署名運動、署名と拡散お願いします。小泉も署名しましたということで、まあこれはね、小泉とその任意の団体でもって始めました。で、やり始めたらすぐにね、なんか公表したんですよね。はい、公表したのは、ここっぽい。ここ、うまいところで動画止めといたんだけど、始まっちゃったですね。まあ、旧統一教会と長野市4人が関係していたということでございます。誰だったかな？北沢俊明さんと、北沢俊明さんと、箱山、違う、北沢哲也さんか。あ、そうだ。青木俊明さん？そうだね。それから、増田康平さん？そうだね。グレートマチャさん？この辺だね。その方々が関係してたと、ようやく発表したわけです。でね、まあなんだけど、まあ記者会見やって報道発表したんだけど、で、報道したの1社のみで、で、調べてみると27日のプレスリリース、27日の会見なんですよ。で、その日、報道発表しますよ、つって、やっちゃって、だってその日のうちにメディア来るわけねえじゃんねって、そういうやり方してんのっていう話です。で、小泉はね、で、その、当初寺沢さゆり議長が言っても、全然発表しないから、こういう質問したんですよね。その議長はそうやって指示したけど、どうなってんですか、その後。議長の元に報告集まってんですかっていう質問を、一般質問で議長に向けてするっていうことをチャレンジしました。だけど、それは、一般質問に馴染まないからっていうんで、パスされちゃったんですよね。で、それは議長としてどうなのって思ったんで、議会だよりっていう広報誌議会を出してるんですよ。で、そこにね、旧統一教会系の団体との接点があった議員は、自らその事実を公表し、またその報告をするよう議長は求めるが、公表報告あったんですかっていう質問をしまして、で、議長は市の一般事務に関するものでないとして議長は答弁させずという一幕があったということです。あ、だからこれ議長に対して質問したんじゃないな。事務局に対して質問したんだ。そうそう、ごめんなさい。前言撤回訂正です。で、事務局はしなかったと、させなかったと議長が。で、そういうことを議会法に載せようとしたんだけど、これは通らなかったっていう、ことで、残念でございました。あ、ちょっと遅いな。で、そういうわけで、4人の方がね、俺は関係してたっていうことになったんだけど、その翌日も統一教会で荒れる市議会本会議ストップナウになっちゃったんですよ。っていうのは、この日、委員会の委員長人事やることになってたんですね。委員長の改選やるってことになってたんですよ。で、4人明らかになった関係を持った議員のうち3人までが、なんとか委員長さん、なんとか副委員長さんにつくっていう、そういう内定があったもんで、いやいや、ちょっとそんな人に委員長さん、副委員長やらせたらまずいんじゃないのってことで、本会議に入れなくなっちゃった。そういうことがありました。で、これね、だから10時開会だったんだけど、午後まで食い込んだんじゃないかな。で、そんな混乱があった長野市議会だったんですよね。うん、こんなこともありました。よ。で、統一教会の関係者議長から議会運営委員会で下されたもの、北田哲也氏は委員として出席を賛同から求めたが謝罪もなしということで、資料が出てきた。統一教会の関係者の。で、まあ、こんな感じだったんですね。松田光平さん、北沢哲也さん、青木俊明さん、グレート無茶さんで、で、こんな関係がありましたと資料も出てきました。で、LGBT セミナーってあるじゃないですか。ね、LGBT って、なんていうの、ほら、統一教会さんは、そういうのを認めない方向ですよね。だからそういうものについてのセミナーに出てた方がいらっしゃったということで、それってどういう内容なのかなと、ちょっと気になってたんですよね。で、それから、小泉としてはこの資料を受けて、で、こういったイベント参加に政務活動費が支出されているんですかと。そうだとすれば報告書があるんで、その資料提供してくださいっていう質問を事務局に対してしました。で、政務活動費で支出してればね、その、例えば資料代とか会費とかいうことで、支出認められてるんですよ。そうだとすれば報告書が必ずセットになるんで、その詳細がわかるというのが小泉の発想。で、こういう質問ができる議員って小泉以外にいないんです。ちょっと自慢しちゃったらして。で、事務局は答弁して、まあ、確認して対応するってことなんですけども、結局これはね、なかったです。出てきませんでした。あら、残念。で、さっきの LGBT セミナーですけど、長野市の統一教会の建物っていうのは、ダイソーの向かいに立ってんですよね。ダイソーの道挟んで反対の向かい側に立ってるんです。で、ダイソーに、つっかけじゃないけど、ふらっと買い物に行って、あ、ここにそういえば統一教会あるんだって気がつきまして、で、LGBT セミナーに、市議3人が参加したと公表されましたけども、で、主催団体ってあなたのところでいいんですよねって聞いたんです。で、わかりませんと。主催したかどうかわかんないんですかってわかりませんと。主催してないなら主催してないって言えばいいじゃんね。で、透明度ゼロだったね、ということで、あっぱなしで取材してみましたと。で、ここで記念写真を撮ってきましたと。そういうエピソードです。まあ、行き当たりばったりでやってる議員でございます。でもね、行ってみたらね、なんか雰囲気ありましたね。なんか、玄関入ったらすぐ、その、統一教会の、なんだっけ、文鮮明さんと、その、お嫁さんの写真がバーンと飾ってあったりとかして。でね、長野市が、まあ、やっとこさっとこう、1ヶ月経って、公表してきたわけですけど、統一教会との関係。で、まあ、それって、結構長野県内では先進的な取り組みですよね。他のところであんまりやってないよね。そういう議会が公表しなきゃダメだよっていうことで決めたっていう話。で、で、千曲市議会はどうなんだってことなんですよ。っていうのはね、千曲市議会が、家庭教育支援条例っていうのを作ってるんですよ。です。この家庭教育支援条例っていうのは統一教会が働きかけて地方議会で制定させているっていう曰くがついてますよね。で、これ、千曲市議会作ってるから、それどうなのって、千曲市議会も長野市みたいに公表するとか、やんなきゃダメなんじゃないって。で、他のね、長野県内の地方議会どうなってんだろうってことですよね。つまり、松山三四郎さんが、選挙運動で寄った統一教会の建物って、あれ、上田の方でしたよね。じゃあ、そこのところは、どういう食い込み方、地方議会にしてるんですかっていう話。出てこないですよね。上田市議会大丈夫なんですかということでございます。で、さらに、まだまだお話続きまして、いや、これはね、新米に載ったんだけど、長野市議会にね、旧統一教会関係者が福岡県議会に宛てした陳情書。まあ、これが、やっぱり長野市にも出てきてるんですよね。うん。で、長野市もその特定の、宗教を差別しちゃダメだよみたいな陳情書がもう何つも出てきてます。なんでそんなに出してくるのって意味ないじゃんっていうぐらい出してきてます。で、それから、前市長の加藤久夫氏が実は関係あったんだと、市長在任中に。で、統一教会の関係団体の表敬訪問を市長を接して受けていた。で、さらに長野市としてもそういった関係、表敬訪問を受けていたということがありました。で、この関係ね、まだまだ続くみたいです。でね、なんか長野市議会と統一教会の関わりで今後もなんかネタが出てくるみたいな話も聞くんで、要注目でございます。というわけで今日のこいちゃんライブでございました。ありがとうございます。失礼しました。